保育士や幼稚園教諭以外にも小学校教諭や特別支援教諭などたくさんの免許が取れるところに惹かれて、いろいろな履修モデルが組めることが魅力だなと思って島根県立大学を受験しました。1年生の時から保育園や小学校に出かけて子どもたちと関わる機会が入学してからもたくさんあるところがすごく特徴で魅力だなと思います。表現研究という授業があって、一つの児童文化財というのを作り上げる授業があります。他の大学では見られない学科内の合同授業なので、とても楽しくてならではの授業じゃないかなと思います。将来保育現場や特別支援学校の現場で ICT 機器をどう生かしていくかというところも学べるので、すごく印象に残っています。図工の授業は小学校以来子どもたちがするような制作活動を学科のみんなとするので、お互いの作品を見合ったり自由に制作活動をする時間で、とても楽しい授業でした。絵本の読み聞かせの仕方を具体的に学ぶことができるので、すごく特徴だなと思います。私はみんなの家サークルっていう子ども食堂の運営をするサークルに所属していて、地元の子どもたちと一緒に宿題の学習支援をしたり、制作活動を考えて一緒に制作をしたりして、子どもたちとすごい学校の外でも関わる機会がたくさんあります。トレーニングルームだったり学生ラウンジだったり とても学習環境が揃っているので、快適な大学生生活を送ることができると思います。大学で自分ってどういう人なのかなっていうのを見つけれたと思うので、自分らしさを忘れずに精一杯いきたいと思います。子どもたちとたくさん関わるだけではなくて、大人の人や周りの人も巻き込んで一緒に高め合っていけるような人になりたいし、毎日明るく笑顔で過ごせるような人になりたいです。